はい、皆さんこんにちは、シスです。というわけでね、 FF10 の方進めていこうかと思ったんですが、一旦戻ります。はい、というわけでね、戻ってきました。ガガーゼドーさんですね。あのコメントでいただいてましたね、宝箱を取り逃してるよっていうね、それらをね取りに来たという感じですね。ここですかね、試練クリアした後に取り逃していましたね、ラッキースピア。あとあれですね、宝箱見えてたのに取ってなかったところがあるので、そこもね今から取りに戻りたいと思います。ん？あ、ここ行けるんだ。へえ。ピンチサポート、これか。ピンチに馬形がかかるのはいらないな。あれ、ここ行けるようになってないのか。こっちじゃないのか。さっきの宝箱はね、穴が埋まってたんですけどね。ああ、そうか、こっちから回ってこれるようになったのか。なるほどね。で、リターンスフィア、回復の指輪と。回復の指輪は歩くと HP 回復でしたね。うん、あまり使わないかな。というわけでアイテム回収も終わったので進めていきましょう。よしね、こっから進めていきましょう。誰かいるね。やだやだよ、母様、母様が祈り子になるなんて。こうするしかないよ。シーモア、召喚してシーンを倒しなさい。そうすればみんなあなたを受け入れてくれる。みんななんてどうでもいいよ。母様がいてくれたら何もいらないよ。私にはもう時間がないのよ。おい、今の出よう。シーモア、ショタ、シーモア、なんかティーダもそうだけど、なんかお母さんにトラウマあるよね、二人とも。さあ、そしてフレンドスフィア。この辺の謎、こっからねどんどん明らかになっていくらしいので楽しみですね。例えば僕たちはユーナレスカ様に導かれて、なんかユーナレスカ様に、いや、ユーナレスカ様がねこの奥で待ってるらしいんですが、ユーナレスカ様は黒幕説もあるんじゃないかと個人的に思ってるんですが、その前に。なあ、ブラスカ、やめてもいいんだぞ。気持ちだけ受け取っておこう。わかったよ、もう言わねえよ。いや、俺は何度でも言います。ブラスカ様、帰りましょう。あなたが死ぬのは嫌だ。君も覚悟していたはずじゃないか。あの時はどうかしてました。私のために悲しんでくれるのは嬉しいが、私は悲しみを消しに行くのだ。シンを倒しスピラを覆う悲しみを消しにね。分かってくれ、アーロン。過去の映像が、記憶がどんどん明らかになっていくわけだが、あ、どんどん奥行く。あ、宝箱ある。うん、スピア、そういえばさっきのところあんまり宝箱ちゃんと探してなかったな。大丈夫かな。ちょっと気になり始めたぞ。あ、あるね。いや、あれ引っ掛けだろう。なんかさ、先にみんな行くからさ、すげえ先が気になってスッて行っちゃったけど、ここにね隠しの通路がありましたね。まあ隠しっていうか、マップに表示されてる時点で全然隠しじゃない気もしますが、よし、これだっかな。先に進みましょう。ブラスカ様たちと一緒にここからはストーリーを紡いでいくような感じですかね。このブラスカ様とか、もしかしてこの辺の謎はね、この先試練か。試練、多分な。かったりな、ここまで来てまたかよ。俺はまた歓迎の花火でもバンバン上がるかと思ってたぜ。私がシンを倒したら
そうしてもらえばいいさ。うん、テクトがね、真になった理由とかね、いや、ほんと知りたいことはたくさんあるんですよ。よし、というわけでセーブもしたので、この先の試練に挑んでいくような形ですかね。多分今までと同じでジーンなんですよね、なんですよね。なんだ、はっ、パズルか、パズル、テトリス。テトリスか、この光ってるのがなんかあるってこと。踏んじゃいけないマスがあるっぽいよねこれね。光ってるのを踏んでいいのかな、踏んでいいな、どういうことだこれは。なんか違ったっぽいな、順番があるのか、この光を踏む。消えないね、消えないのが正解かな。ちょ、踏めない踏めない、踏まして、あーなるほど、そういうことか。画面に、ここの画面にないテトリスを表示させたら失敗なんだ。なるほどね、だからこことここは外れってことが分かったから、ここは、ここ正解、ここは、ここ正解、あ、ここ外れね。 OK OK、 外れが3つ分かったから、これ以外を表示させればいいのか多分。ちょ、それでチャレンジしてみよう。そうか、長いテトリス号はもうすでに1個表示させてあったから、表示させなくていいってことか。この画面と同じやつを同じ数だけ出してくれっていうことなんですかね。なんか出てきましたが、スフィアを置く系かな。先に進めるようになった気がするが、ちょっと押す、はい、あー、なるほど。これを今度やれと。ん？踏めない？あれ？ちょっと待って待って待って。あ、見れなくなった。え？ちょっと待って、今の。え？どういうこと？え、見れないんだけど。は？もう覚えてないし、表示されないんだけど。あ、スタート？え？え？どういうこと？ちょっと待って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 。これは？あ、押せる。なんだこれ？なんかさっきと違うのが表示されたんだけど。え、これは？あ、これスフィアだ。これも押せる。問題だね。あ、今の文字の形になってるってことか、これが。これなんだろうな、アルファベットと一応対応。あ、これ戻ってるんだけど。なんで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 ？どういうこと？問題を解かないとダメってことか。これをなんとかして解けってことなんだろうな。きっとこれ表示させたらこっち戻ってる。あ、そういうことか。どういうことだ。あ、まあ、ここでやるのか。ここでやるのか。なるほどなるほどなるほど。あ、これよく見たらさ、ん？違うか。なんかさ、ちょっと床の色違うよね。でもこれ3マスしかないよね。これちょっと踏んでみる？あ、いいのかいいのか。テトリスじゃないのか。3マスのもあるのか。これよく見たら、わかるんだな、きっとな。これが赤だな、きっと。で、緑。多分これが緑だな。青だけど緑でいいんだよな、きっとな。ちょ、気をつけろ。え、この辺難しい。赤と？ん？違うな、これ四角と L 字か。四角と L 字だからきっとこれ L だな。で？え、違うの？なんで？え、間違った俺今。え、なんで？
は？これ違うの？これなんで違うの？何が違うんだ？やばい、分かんなくなってきた。え、さっきこれでいけたよね。これに表示させてんのと同じのを踏めばいいんじゃないの？お、なんか、え、ヒントが、ヒントが、ん？ちょ、待って待って待って。あ、そういうこと。なるほどね。踏む場所ここ見れば分かったのかよ。やられた。こっちか。で、こことその左下と、こことこの右下か。オッケーだよね。オッケー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 。なるほどね。はい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 。手順をちょっと飛ばしてしまいましたね。あ、それでここに紋章が1個出たのかな。それだけなのかな。とりあえずさっきの表示されたパズルは全部解けっていうことですかね。これもやっていきましょう。タンタタ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 ンタ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 タンタタタンタタンタタタンタタタンタンタタンタンタンタタタンタタ、どれか忘れたよ。あれ、どれだ、これかな。あともう1個2個くらい。これマーカーだな。タンタタンタタタンタタンタタタンタタタン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 。まだ終わらない。ちょっと待って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 。あと紫2つよね。ここと、オッケー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 。タタタタタタタ。これはあれだな。このパズルパートはきっと動画ではなカットしてるだろうな。で、ここにスフィアがあったんですね。で、これをここにつけると、どっちだろうな。まあ、二択なんで、何も起きなければ、ほら、正解か？お、正解っぽいね。で、もう一個のスフィアを右側につければいいのかな。ここもあれなんですかね、歯のスフィア的なものがあるんですかね。このまま行ってしまうと、特に何もなく、クリアしてしまいそうで怖いんですが。でも今んとこ多分見落としない気がするんだけどな。それっぽいところはなかったような気もするが、ただ見逃してるだけなような気もするが、え、この音階覚えるとかやめてくれよ。おお、あ、セーフポイントが出た。なんかすっげえ光ってるか。何これ、なんか音楽がなくなって、なんかちょっと不穏なんだけど。なんかバグってるし画面ん。あ、なんか嫌な予感がする。この音楽、この音楽。ボス戦。あ、だからセーブあった。うわ、めっちゃ強そうじゃん。なんか召喚獣っぽい。うわー、ピーダの武器とか、これ睡眠武器だよ。どう考えても眠らないでしょう。あ、なんか弱そう、見た目。あ、見た目弱そうだし、ちょっと、調合できる。移動？待って待って待って。移動？あー、このマスに移動。お前、さっきの音階がヒントとかやめてくれよ。見破れる人をちょっと出してみようか。ユーナが見破れるから、正面にいると反撃される。トリガーコマンド移動でかわせ、あー、輪っかの位置は危ないってことか。なるほど、そういうことか。
とりあえずリュックさんで調合一発かましてみようか。なるべく強そうなのがいいな。最近ね結構いろんなね命のろうそくとか最近盗んだアイテムなんで結構いいんじゃないのかな。命のろうそくに、おなんか魔力の泉すごいねこれ。ちょ魔力の泉いっぱいあるからさ、魔力の泉と命の、魔力の泉プラス命のろうそく、いいの来い、いいの来い、いいの来い。ハザードシェル、わあ微妙。あでも沈黙だったね。はっはっは、今の反撃ってこと。いや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 、壊滅なんだけど。え、しかもこの位置いるとダメなんでしょ。移動してワンチャン、移動してワンチャン。あーそうなんですよ、ワッカさんがこれ見てくださいよ、リール2つ覚えてきました。なんと、いやね結構ブリッツボールやりまして、でねゲットしたんですよ2つともリール。ただねいかんせんね、お金がね、お金がなくなりましてほぼゼロっていうで続けられなくなってね、契約が続けられなくなったので仕方なく途中でやめましたね。なんといってもねリーナちゃんの契約がね高いリーナちゃんねめっちゃお金取ってくるんよ。そしてなんか喋ってるけどねこれ結構積んでないよね。ヘイストかけたいな。てかキマリさんも入れたいよね。キマリさんで見破りたいな。起こしてバーサクテイル、オッケー、耐えた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 ね耐えたね耐えたね。これはでかい。盗むエーテルか、エーテルはいらんな。これはこれはエーテルはいらないので、ちょっとうわ自利品だな。バーサクテイル、バーサクテイルをしてくれ。とにかくバーサクテイルってバーサクになるってこと。誰もバーサク防御はついてないな。とりあえず一人ずつヘイスト入れて、オッケーオッケーオッケー、バーサク出る、これは耐えるな。オッケー、あーバーサクなったうわーでもまあユーナさんだったら殴られてもまあなんとかなるから。バーサクを直すアイテムってなんだっけ。万能薬でいいか、万能薬、万能薬投げちゃえばいいか。97あるしね。バーサク直さないって手もあるけどな、あ直しとく方がいいでしょう。いいね、これバーサクテールだったらひたすら回復でこっちが上回ってるから、その間に体勢をね、完璧な体勢を整えておけばいいんじゃないですかね。ユナさんにしようかな。回復をなるべく早く入れてもらって、バーサクテール後にすぐね、回復できるようにしましょう。なんだ、いらないとか言いながら盗んじゃったね。いやー、ダメだな。手癖でつい盗むがあると盗むをしてしまう。なんかここすごいユナさんに、あーそういうことばっか殴るなユナバーサクで敵を殴っちゃって反撃食らうんだ、そういうことか。で正面にいちゃいけないって、多分正面って真正面だけじゃなくて正面3マスなんだな。あー理解した、理解したが、もう壊滅しとるなー。フェニオで起こしても一人死ぬんだよな。起こしてみるか、起こしてユーナを殴れ、ユーナを殴れ、よし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 、ユーナだよねこれ。勝った、勝ち確、勝ち確、勝ち確ではないけど立て直し確、立て直すのリュック。フェニオ、あれでもさフェニオでさ、あ、そうだよね、フェニオで、ま、前回で生き返るよね。で、ここで、ここで盗む場合じゃないな、盗む場合じゃないな。アルベドを投げるか、アルベド投げるか、アルベド投げて、立て直しのリュックしてもらって、こっからだな、こっから。バーサクを考えると、とりあえず移動したいよね。ユーナは移動したい。マスター召喚ちょっと卑怯だから、真後ろ行きたいのに行けない。あ、行ける行ける行ける。
馬後ろ行って、おワークかっこいい、バーサクテール、よしかからないかからないかからない、しかもリュック溜まってるじゃん調合。うわでも溜まってる調合の前にキマンでなんか効くかもしれないんだよな。ライブラだよね、ライブラ、これが先決だよね。眠ってくれたりすると嬉しいけど、今なら敵かった眠るとか効くわけないよね。ワンチャン毒、ワンチャン毒。攻撃されるとその時向いてる方向に反撃する。マジカルマインド、マジカルマインを使ってくる。あーサークルが光るとそこが爆発するってことですね、魔法の爆弾と。で大事なガードは多分沈黙とメンブレだけ効くのかな、それ以外は効かなそうですね。じゃあこっからちょ地道にあヘイスト解除されてる、バーサクテールでヘイスト解除か、もしかして。うわバーサクガードも、バーサクガード装備をつけてこなかったらダメだったのか。厳しいな。メンブレ入れるか、メンブレ入れてルルーさんかな、メンブ、これでかかってくれ。であとはルルーさんが主力ということで、かかったかな。おっ耐えた耐えた耐えた。あー連続いやでも死んでくれた方がいいんじゃないのかな、この場合。バーサクでね敵を攻撃しちゃうよりはあえて死んでくれた方が嬉しいかもしれないですね。でリュックにしようかな、リュックの方がアレイズ効果でね起こせるんで、むしろユーナより今回復役はリュックの方が優秀かもしれない。そっからルーさんで効いてるかな、メンブレ効いてるよね。テンプテーションやっていこうか。トリプルグラビで、グラビトリプルじゃないよな、テンプテーションバイオ、バイオ、バイオ、毒の乱れ落ちたら毒効かないもんね。そしたら魔法でいいね。10回か、まあ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 いいな弱いな、まあでも、4500くらいか効いてるから、まあまあよし耐えたけど、これバーサクテール、マジカルマイン、わーピンポイントで人がいるとこ指定してきたな、そういうもんなのかな。違う自爆しない、移動だね、移動して、これアーロンさん死ぬんじゃない、うわー、あ着地した、あ死んだ何それ何それ、うわー死んだ、ちょっと待って、バーサクしたら終わる、バーサクしたら終わる、あーマジかー、反撃ですね、あーこれバーサクガードだなまあね、いいとこで死んでくれたおかげで動画のね尺もいい感じになったかなというわけで次回、対策してきますので、こうご期待ということで、ご視聴いただきありがとうございました。